本当に。え、じゃあなんで怒って出てっちゃったんですか。さあ、うん、待てよ、これそういうことか。ねえ、あの人おじさんの捨てた灰を見てからかわれたと思っちゃったんだよ。はあ？だってほら、山荘は山荘でしょ。白髪チュンは白い肌、緑の黒髪、赤い唇の美女の三大要素だって博士が言ってたよ。ウーマンはウーマンで夫人、字を変えると夫人、奥さんでしょ。そして九万九ピン九層は中万中ピン中層で中中中、全部合わせると三層で美人の奥さん中中中。なんていうか言葉もないね。俺、コーダちゃん呼び戻してくるよ。もともと俺がからかったのが悪いんだし、コーダちゃんの考えすぎだって言ってさ。たく、麻雀牌でメッセージを送るなんてな、手の込んだというか、めんどくせえことするやつはいねえよところが、その手の込んだことをする人間が実際にいた。しかも連続殺人の犯人として。だが、それが分かるのはもう少し先のことだ。よかったね、甲田さん誤解だって分かって。でもこれでおじさん今夜も鉄マンかも。コナン君！おい、なんだお前ら。コナン、明日虫取りに行くぞ。虫取り？博士がベーガの森まで車で送ってくれるって。博士の家に4時に集合だよ。4時？夜が明ける前に行かないと、カブトムシやクワガタがいなくなっちゃうんです。って言ったって俺にも都合が。都合ってなんだよ。え、都合ってのは、まった行くよ。じゃあこれから虫かごとか買いに行きますので。じゃあお姉さん、またね。行こう。はい、さよなら。気をつけてね。ったく、勝手なやつらだ。ねえ、さっきの話だけど。え？一つだけわからないことがあるんだ。どうして大輔くん、新一が笹竹を持ち出してくるのを手伝ったんだろう。っていうか、新一なんて言って手伝わせたんだろう。あ、そうだね。なんだよ、俺に用って。お前、毛利のこと好きなんだろ。好きじゃねえよ、何言ってんだ。これやろっか。え、俺の言うこと聞いたらやるよ。本当か。あ、七夕って言えばね。え、1年生の時、商店街の七夕の催しに行って、新一と一緒に写真撮ったんだ。私初めて浴衣を着て。ああ、そういえばあの時の写真どっか行っちゃったのよね。どこ行っちゃったのかな。そう、ほら。そう、あん時の写真、自分のとこだけちょんぎって渡したなんて絶対言えねえよな。傘を差して君に会いに行く。初めて自分以外に大切なもの、本気で守りたいよと振り返る街に誓った。立ち止まらないようにまた歩き出す。君が待っているから。